様のガイドさんにお手を振ってあげてください。さようなら。ありがとうございます。窓は開けてありますが、手や顔などは出さないようにお願いいたします。それでは皆様、久能山東照宮のご参拝大変お疲れ様でございました。これよりこの分では正直久能山を取りいたしまして、名勝地日本平へと進めてまいります。約5分間の空中遊覧をお楽しみください。では左手後方、駿河湾の水平線上にご覧いただけます町並みは、魚の町八重洲市です。その先の岬が大井川の河口付近、さらにその後ろ、沖合に向かって長く薄く伸びている岬が静岡県の最南端、御前崎岬です。手前に見えますビニールハウスは、久能特産石垣いちごの畑です。その横を通っている道路ですが、国道150号線、通称いちご街道です。そしてこの辺りは谷底が最も深いところで、地上からゴンドラまでの高さは90メートル。ここ一帯を地獄谷と呼ばれております。この険しく切り立った崖があることによって、戦国時代にあった久能城は難攻不落だったと言われております。川が流れたような跡がありますが、昔は久能山の山下から日本平山頂まで歩けますハイキングコースがあったところです。今では封鎖となっておりますので、日本平からですと、このロープウェイを使いまして、わずか5分で行くことができます。では間もなく左前方方向よりお殿様のゴンドラが近づいてまいります。時速はどちらも17キロ同士、すれ違いますところが両駅の中間地点真ん中です。すれ違う際、一瞬での通過とはなりますが、よろしければ皆様ご一緒にお殿様に向かってお手を振ってあげてください。皆様ご乗車くださいました。こちらのゴンドラは赤色のお姫様像をイメージしたものです。ご一緒にお手振りありがとうございます。このロープウェイができます前の久能山東照宮へのご参拝方法は、今も海側に残ります1159段の石段との一つでございました。1159段の石段がありますところから、昔の人たちは語呂合わせで11ご苦労さんと謝礼を言いながらお参りに来ていたそうです。東照宮にお勤めの神主さんや巫女さんは、毎朝この石段を登ってご出勤されております。一般の方が登ると通常20分から30分かかるところを、早い神主さんは7、8分ほどで登りきることができるんだそうです。これより参ります。日本平は海抜307メートル。日本平という名前は宇田山の山頂付近一帯の呼び名で、その昔大和たけるの命がご同姓の折、山頂より国見をしたことから大和平と呼ばれておりましたところ、時代の流れとともに、ただいまでは日本平と名称が変わっております。山頂からの眺めは素晴らしく、よく晴れて霞が取れますと、富士山はもちろん、足高山や伊豆半島、箱根連山、南アルプス、中には天女の前で有名な三保の松原や、広大に広がる清水港などがご覧いただけます。ロープウェイ専用駐車場、奥の階段を上りますと、日本平夢テラスと展望回廊がございます。365日24時間を通して絶景をお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでみてください。それではご乗車お疲れ様でございました。日本平駅到着となります。また日本平駅舎2階には売店やみかんジュースの出る蛇口などございますので、お時間がある方はそちらにも足を運んでみてください。ゴンドラホームに入る際、ガタリと揺れるかもしれません。お足元お気をつけください。本日は日本平ロープウェイにご乗車くださいまして、誠にありがとうございました。まもなく扉が開きますので、お手元ご注意ください。